せいや、ソルジャーズソウル。私は信じています。海の世界、南太平洋のマンモスキラーへ向かったシュン。そこに現れたのは祈りを捧げる美女だった。攻撃をためらうシュンの前で、美女の足元から6体の野獣が放たれる。とっさにチェーンで攻撃を防いだシュン。美女の幻影が消え去った後に姿を現したのは七将軍の一人、スキュラのイオだった。アンドロメダよ、なぜ攻撃を途中でやめたのだ。それが君の命取りになるのだよ。あなたがこの柱を守るジェネラル。いかにも、私は南太平洋の柱を守るスキュラのイオ。ここが君の死に場所となるのだ。チェーンが異常に緊張している。相手がこのスキュラのイオとは君も不運だったな。はいっと、ヴァンパイアイーヘン。ギリシア神話の中で聞いたことない。上半身は美しい乙女でありながら、下半身は6体の獣からなり、船乗りを貪り食らう海の怪物。君もスキュラの6つの獣の餌食となる。防御では無比のアンドロメダチェーンが、まるで何が如くとも。アテナの戦闘など恐るるに。さて、6つの聖獣でどれが一番お気に召したかった。なんて恐ろしい男だ。まさしく6体の聖獣は、このスキールに宿すスキュラの化身。チェーンの動きが変わった。この技が見切られている。セイントに同じ技は二度通じない。アンドロメダチェーンは敵の攻撃の仕方によって様々に変化するんだ。ヴァンパイアイーヘン、無駄だよ。ウィナー、僕の目的はあなたを倒すことじゃないんだ。傷つけてしまったかな。ここまでスキラの聖獣がことごとく破られるとは。さあ、もういいでしょ。僕はあなたを倒すことではなく、マンモスキラーを倒すのが目的なのだから。行け、ネビラチェーン。何、傷一つないなんて。マンモスピラーは神話の時代より地球の海を支えてきたのだ。いかなることがあっても砕くことなどできはしない。それに私もまだ負けたわけではないぞ。何、このコスモの高まりはまだ全力じゃなかったのか。ここまで私を追い詰めたのはお前が初めてだ。その褒美にスキュラの真の力を見せてやる。決定的な死と共にな。
なんて強大なコスモ。だけど僕はまだ死ぬわけにはいかない。アテナよ、ゴールドセイントたちよ、僕に大いなる力を。僕のコスモよ、燃え上がれ命の限り。なんだあのチェーンの色は。いや、チェーンだけじゃない、アンドロメダのクロスまでもがまるでゴールドクロスのように金色に光り輝いている。どうしてもというなら仕方がない、行くよ。君も6つのスキラの聖獣の餌食となるのだ。ファイト、ビッグトルネード。ゴールドクロスのような強度と美しさを感じる。なぜだ、僕たちのクロスはゴールドセイントの血によって蘇ったから。だからブロンズクロスが生み出す、限りなくゴールドクロスに近づけたんだ。アンドロメダ、本当にそれで全力か。私にとどめを刺せぬあなたは君自身の死を招く。僕は戦いが好きじゃないんだ。たとえ敵でも命を奪いたくはない。この隙でかかってこない。言ったはずだよ。僕の目的はあなたを倒すことじゃない。あの柱を砕いてアテナ地上を救うことなんだって。まだ言うか。戦場なのだぞ。もし私に勝てたとしても、マンモスピラーを壊すことは絶対に不可能。それでもなお立ち向かうのか。自身の命にぶつければ亀裂の一つくらいは入れてみせるさ。そうすればあとはセイヤたちがきっと何とかしてくれる。それほどまでして。ソーラ・アンドロメダ、君が一歩ためらおうとも私は遠慮しないぞ。本気を出さずに死んでいく気か。僕はウィナー、本当は戦いたくないんだ。あまり傷つけずに済んだかな。地上では多くの人々が雨に苦しみ、全世界が水に覆われる危機に瀕している。それを遅らせようと沙織さんは、アテナは命を懸けて地上に降るべき雨を浴びているんだ。アテナを守るセイントである僕にできることは。バカな、こいつ命を捨てる覚悟か。待って、シュン。あ、キュキ、危ないところだった。自爆なんかしちゃダメだよ。ロシからこれを預かってるんだ。ライブラのクロス、そうか、これを使えばマンモスピラーを壊せる。ロシ、ありがたく使わせていただきます。はぁ、よせ、やめろ。スキュラ、なぜツインロッドの攻撃に自ら飛び込んだんだ。君と同じことさ。君が命がけで破壊しようとしたように、私も命を懸けて柱を守っていたのだから。いいか、敵にとどめを刺せぬ甘さがある限り、君もいつか死ぬ。それを忘れるな。スキュラー。